皆さんこんにちは本日は富田城をご紹介します富田城は現在の千葉県三武市にあります昔の和佐の国ですアクセスとしては JR 鳴東駅から徒歩15分ほどです駐車場はありませんでした途上口が分かりにくいのですが光明寺の脇の道から登ることができます徒歩のみです 現在の富田城は道など整備されています。途上する道には手すりがありますが、土の坂道になっていますので、転落などご注意ください。雨の日は避けた方が良いかもしれません。坂を登った先にある久留和は、全米公園として整備されています。西側には中冷塔があります。土類や霧岸があり、東に向かうにつれ、 標高が高がくなります東側には山武市指定文化財の史跡である大高全のの墓の説明板がありますなおこの説明板には幕末から明治にかけてさまざまな社会福祉事業に取り組まれた立派な活動が記されていますのでぜひご参照ください。他に東側のくるにはイノシシ用の罠もありますので十分にご注意ください。普通に歩くだけであれば 問題ないかと思います富田城は途上口は分かりにくいものの車はある程度の広さがありかつ公園として綺麗に整備されていますさらに土塁の跡と思われる意向もあります西から東へ歩くとなかなかの距離があり良い運動になるかと思います富田城は歴史が不明となっているため調査が進めば良いなと思っています すぐ近くには鳴門城鶴瓶城など城郭が残っているにもかかわらず鉄道駅から近いという良い場所にありますので機会があれればばお越しいいただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。